初めてです。今回ですけども、こちらくじが入った UFO キャッチャーですね。これが当たりが入ってないんじゃないかという告発がありまして、しかもそれがスタッフからの内部告発だったんですよ。前回の動画ね、概要欄貼っとくんでそっちを詳しく見てほしいんですけど、とにかく当たりが入ってないんじゃないかっていう疑惑があります。でこれ1等から5等まで1、2、3、4で、これ5等であるんですけど、はい、5等しか出たことがないらしいんですよ、過去に。半年間やって5等か外れしか出たことがなくて、このカプセルありますよね、これくじとカプセルがあって、カプセルは当たり確定って書いてるんですよ。もちろん神尾くじも当たりあるよって書いてるんですけど、このカプセルは過去に5等しか出たことないらしいんですよね、もう半年間やって。でそれに疑問を抱いたスタッフの人が僕にこう検証してほしいということで告発したという、まあ、それ詳しくは概要欄に載せてる前回の動画を見てください。で今回はこのくじを完全になくなるまでこれやり続けます。500円玉ね、大量に一応20万円分用意してるんで、まあ、なくなりそうだったらもう1回追加していく形で用意してるんで、500円で7回プレイができると。だからもうちょっとお得、2回お得になると、うん、これを今からやりまくってくじをめくり続けていきます。果たして本当当たりは入ってるのか。1等がね、これプレイステーション5かスイッチ、あと iPhone12 選びますと。2等がスイッチライト、あとディズニーのねチケットとか、まあ、なんですけど、もうそもそも4等すら入ってないっていう疑惑があるんですよね。さすがにそれ悪質じゃないかってことで、ちょっとこの闇を暴いていきたいなと思います。記念すべき1回目いきますか。コインを入れます。おーおー、いいね。でまあもう普通にこう押して、はいはい、めっちゃめっちゃ早いよ。めっちゃ早いやん。これめっちゃペースいいぞ。サクサクいこうぜ。今度は無限にいけるで。俺に今度やらしても大丈夫だから確か奥届かへんな、もうアームが。そこはちょっと店員さんにずらしてもらいます。くじある程度溜まったらめくっていきましょうか。来た、カプセル、カプセル、おお、大量ゲット。来た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 、おお、やばい、やば、来た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 。じゃあちょっとくじチェックしてみるわ。もうほんまこれ当たり来たらもうこれで終わりやから。まあね。じゃあちょっと見ますか。え、タクシー、あ、これ外れ、あ、外れか、外れね、タクシー、全部隠してことかな。うわー、まあまあ、いやでもまあ言ってんじゃないですか。まあ言っても最初やしな、うん、でも、まあまあ、これ何もないってきついけど。やっぱり確かに何もないんだ、これ。残念賞ないんだ、お菓子もらえるとかならね。5等のハードル高すぎない、これ。確かに、これがワンチャン5等、ね、ああ、それ確定ですもんね。これ確定なんですよ、まあ最悪、賞は。ああ、何だこれは。多分もう見るまでもなくなさそうな感じしかせんな。逆にこれで1等とかなんかおかしいもんね。絶対おかしい。カプセルの方が絶対賞高い。絶対ありえんと思う、うんうん、これでも確かひどいな。いや、ひどい、マジで何ももらえへん。すごいな。でもこんだけ取れるってことはもうマジで入れてへんってことなんだ。入れてへんからこんだけ取れる設定してやる。確かに。だから取れるからみんなやるやん、取れるから。そう、もうこんだけ取れて1万円もないっておかしいからな。これはね、高校生の子が1万円やって、その時も5等が2個ぐらいと残り全部この白紙やったらしいんです。1万円入れて、今回は奥に入れてるとかっていう、そう言い訳されたの困るんで、お店側に全部いきますよ。届くとこまで全部、もう100万出してもいいから俺全部買わしてもらおうと思ってるんで。はい、なし。うわー、うわかった。じゃあ一応これ、まあ、これには5等しか入ってないっていう一応告発があるんで、じゃあいきますよ、はい、運命の。さすがにね。あ、え、お、来た。あ、ほんま、後藤さんおめでとうございます。当たり5。5や、後藤。まあ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 、後藤は当たりました。はい、じゃあ引き続きこの残りのカプセルも全部入れていきましょうか。で、なんかこの景品なんですけど、ここに後藤さんおめでとうございます、当たりが出ましたってあるじゃないですか。これと同じのが1等のとこに入ってるんですよ。これでもフェイクらしくて、これは当たってないのに入れてるらしいです。それはスタッフの人曰く、もう社長が認めたらしい、それ自体は。口頭ではね、6は取ってないけど。だからこれはもうフェイクなんですよ。当たってる人いないのに入れてるんですよ、これは。結構悪どいんですよ、もうその時点で。じゃあ引き続きいきましょう。もうガンガンいきますよ。これでもな、冷静にここだけ見て分からんけど、これ見て、奥めっちゃ深い。これ無理じゃない、これな、だってこれ奥だ、奥めっちゃ深いって。これやばいな、こんな面白くないくじないっすか。手抜きすぎじゃん。なんか話によると、金のカプセルが奥の方に埋まってるっていう、マジのもなんか言ってたらしい、社長が。でもスタッフの人はそんな見たこともないって言ってた。それも奥を見ていったらもしかしたらあるかもしれない。幻の。ちょっと俺カプセル行こうかな、うん、これもう行ったらこれで行くわ。本命行きます。運命の。え、5等。うわー、まあね、5等出た。連続で行こうか。あー、もう行こう。さすがに5等3個はないやろ、さすがに。見て、この折り方見て。こんなもん絶対当たりやわ。この折り方は絶対当たり。さあ、オープン。5等出た。うわ、出た。当たり5等。あ、ブルー。ブルーはでもね、基本的にもスロップでもパチンコでもあんまり熱くないんで。確かに。リプしかそう。そのままリンクしたもんかな、それ。これリプレイかな。リプレイ。赤が金じゃなあかんね、やっぱな。え、
あー、ごと。しかもこの5の字も薄いよ。薄いよ、もう見にくいよ。薄いよ、マジで。もっとなんかはっきり書いてくれよ。それよ。これいこうか、じゃあちょっと大きいらしい。でかい。カプセル違うわ。でかいっすね。違う、来た。これは当たるんじゃないかと思われるピンクカプセル、いきますよ。来た、来た、来た。お、ちょっと濃い。濃いぞ。ちょっと濃い子。濃い子ちょっと濃くなってる、ちょっと濃い子が来たぞ。ザザすぎる。俺らがさっき濃くしろって言ったからきっちり変えてきた、採用変えてきたから。インクの問題やろ、絶対。せめて4等ぐらい出せよ。こいつ紙に黙らせる、一回こいつ一回黙らせよう、変えてる。一回入れましょう。オッケー。お、黙った、黙った。映像がうまいですよ、今日。黙れたら100円かかるんだ。高いな。まだピーピーって言ったらもう一回100円入れてる。これちょっとスタッフ呼んで一回ちょっと中に詰めてもらいます。それは悪くない。それはもちろんもちろん、だってくじ取れへんかったらゲームならんから。確かに確かに。おー、いい、いい、おー、いい、めっちゃいい、めっちゃいい。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケー、どんどん行こう。これでお、コンテンツ行きましょうか。じゃあこれ行きます。おーっと、うわー、おーっと、え、ここに金の袋ある。え、金ある、ここにあるっすか。そう、これ金、マジか。ほんまだ、ゴールドのやつあるわ。なんか金ある、金ある、ほんまや。ラスト1枚、ラストなし。うわ、え、あ、ちょっとこれおかしいな。黒、あれ、ほんまちょっとこれおかしいな、ちょっとこれおかしいぞ。黒、ちょっとこれ一旦店員さんになんで当たりがないのかっていうのを聞いてみて、問い合わせがあるんだったら問い合わせしようかなと思ってます。社長と話すことと社長に一回ちょっとね、普通にまず確認で、本当当たり入ってるんですかっていう確認ね。外れすごいっすよ、全部外れですから。やばい。これだから、証拠として持っとくんで、この映像とこれがもう何よりの証拠なんで、これと。そんなことないっすよね。本当に恐ろしいのはマジで5等しかなかったんですよ。で、99% ぐらいが外れっていう、怖すぎる、ありえない、ちょっと悪質すぎるなっていう。最終的に結果発表ですけども、投資金額7万円で全てこちら買い占めまして、当たったのは5等が12回、それ以外は全て外れというね、結果でした。ちょっとこれね、違和感があるんで、どっか問い合わせ先聞かせてもらって、そこに電話かけたいなと思います。もうそれしかないと思うんで、もうそれか直接会えるんだったら会います。ちょっと当たりが入ってなかったんで、はい、問い合わせ先とかってありますか。社長に直接です。はい、お願いします。今この流れでいけるんですね。行きます。直接ってことじゃない、直接行きます。出てほしいな、ここで。あ、お疲れ様です。今大丈夫ですか。ちょっとあの、くじを引いた方がいて聞きたいことあるみたいなんで変わりますね。あ、すいません。くじを引かせてもらったんですけど、はい、これって当たりって本当に入ってるんですか。入ってますね。全部引いたら出るってことですか。じゃあ、はい、そうですね。一応もうさっき全部引いたんですよ。全部ちょっとあのくじの方ですかね。はい、くじ全部引いたんですけど、なかったんですよね、はい、引いたっていうのはどういうことですかね。全部取ったと。あ、全部取りました。7万円使って全部取ったんですよ。はい。でも当たりが全くなかったんですよね。いや、そんなことはないですね。いや、絶対そうなんですよね。当たりはある、ありますね。当たりなかったですよ、本当に。ちょっともう一回確認して、はい、全部取ったらどういうことですかね。全部取ったっていうのは、全部取ったでも、くじ全部引いたってことです、はい、7万円使って全部引いたんですよ。なんかおかしいことあります。ないですけど、当たりは入ってますので、はい、いや、なかったんですよ、当たりは。5等と外れしかなかったですよ。5等が12回と外れが全部です、はい、残り。いや、当たりは、いや、ありますね、入ってますので。いや、だからなかったんですよ。だから入ってますけどというか、なかったんですよ。お客様今全部取られたっておっしゃってますもんね、全て。はい、あ、そうです。でも、もう1万円残らずってことですよね。あ、そうです。ちょっと一回スタッフの方変わってもらってよろしいですか。あ、はい、はい、変わりました。もう全部取られてる。あ、もう完全に全部取りました。完全に全部取ってないってこと。取って、あの、5等しか出なかったっていう。いや、そんなはずないね。でも、きれいに1万円もないとないってこと。そうですね、もう本当に7万円使って全部取られました。端っことかは、端の方とかもう全部取られましたね。いや、それはないね、絶対。今僕も目の前に立って確認してるんですけど、全部なくなってます。カメラ確認させてもらっていい。カメラ、はい、大丈夫です。これで見る。おっと、一回ちょっと折り返していい。じゃあ、待ってます。はい、失礼します。こいつめっちゃ嘘つきやな。いや、やばいな、やばい、やばいな。やってるわ、うん、入ってる、入ってないやんけ、これ。もう認めろよな、マジで。認めてさ、謝罪してさ、もう一等景品渡しますとかってまだギリギリやん。ずっとしらばっくりようとしようからな。
そのカメラ確認して何すんねんって話だ。もう全部聞いてながら直接来いよってことやもん。この大元のビルのところにも撮影許可いただいてるんで、もうこのカメラに全部残ってるんで、ね、映像が動かない証拠が残っちゃってるんで、あとまあこれですよね、こいつが。これも本当にもう一回再検証してもこっちはいいんでね、全部見てもいいんでこれを。まあどういうね対応するのかですよね、こっから。それに7万円で全部取れちゃったらね、対算合わないですよこれ多分。確かにそもそもね、そうそこなんで、だってプレイステーション5今多分8万ぐらいよ、うん、っていうこと考えたらもう再三合わへんから絶対入れてないよ。もう言い逃れできないんですよ。チェックメイトです完全に。いやでもさっきの当たり本当あるんですかって聞いて、俺が全部引きましたよって言った時 あの一瞬の間すごかったけど。確かに凍ってました多分。ここにね監視カメラがあるんですね。確認したところでどうもできんもんな、ほんまにだってないんやからさ。やっぱ本当になかったっすね。これちょっとえぐいっすねちょっとね、うん、高校生の胸を離せましたでも、うん、あでも警察は多分ね動いてくれないと思うんで、とりあえずこれをこの事実を拡散するというのが僕の役目かなと思いますね。あとどういう対応になるんですかねこれって。本当入ってなかった場合って警察こういう時は対応してくれるんですかね。対応するでしょうね、だってこれ事実として動画残ってるんで。そうっすよね、詐欺っすね。うん、景品法違反で、うん、絶対当たりがないことをやってるわけですもんね、うん、あと10分後に社長から折り返し来るみたいです。なるほど、間違いなく今こう対処どうしたらいいかって考えてますよ。間違いない。でもこれもう逃れようがないんですよね。防犯カメラみたいな光さんが映りますからね、はい。携帯割るんちゃいますか。しかも防犯カメラにも動かぬ証拠が逆に載ってますよね、まあ、確かにやってるっていう証拠を逆にね。ここまで言っては認めないっていうのがやっぱね汚いなと思いますけどね。本当にほんま汚い大人やな。やったことおかしいもんな。だって7万使ってこれやで。これが12個点だけやで。5等ミニタオルやで。えぐいな。タオルやよ。ハンカチ12枚で俺さすがにひどすぎ。いやひどすぎ。いやなんかさ、もうちょっとさ、持ったくれも程度があるやん。せめてさ、こんなんとこから当てさせてくれって感じや。これはなかったにしろやで。確かに。これもないからさ、やばくない。フィギュア一つすらないやで。絶対バレへんと思っとったやろ。そらそうだ、絶対バレへんと思っとった。あ、お疲れ様です。結構待たれてるみたいなのでもう一回変わってもいいですか。全部開けてもらってる。口の方はあもう開封も済んでます。はい、その中であるはずだね。落としてない。全部封は開いてるんだよね。はい、当たりが入ったんことだよね。はい、社長が来てもらうことってできますか。でちょっとさ、一応今高速だし車止めるし一回、はい、でカメラを見るし、はい、ただもう9時の当たりが入ってるじゃんね。入ってる、はい、からそれおかしいね絶対。ただまあ僕じゃどうにもこれ以上対応できないので、もし急ぎとかで来れるんだったら来ていただきたいなと。そうだな、ちょっと待ってよ。はい、もう一回確認していい。もう全部開封してるんだよね。開封は、はい、全部終わってます。その中にじゃあ全く入っていないってことだよね。はい、正直それありえんと思うじゃんね。ただ実際なかったって言われてるんで ないんだよね今ね、はい、ちょっと待ってよ。折り返せ、一回ちょっと車止めるし。はい、じゃあ待ってます。はい、失礼します。はい、もう絶対認めないですね。うん、入ってるじゃんねって言っても入ってないでしょ。分かってんのにこんな仕上がくれるのもよく分からんけどな。あの高校生来ましたよ。あ、被害に遭った高校生ね。あ、学校終わりに来たみたいです。もう全部見たわ。え、もう4等も3等もなかった。なかった、何もなかった。7万円で引いて5等が12回当たって残り全部外れ。でも社長はやっぱ絶対当たり入っとるらしいから、どういうこう対応するかな。これもう待っといてって言われたところで、今日無理ってなったらね、一度これ全部持って帰ってね。そうですね、ってことしかないですもんね。だって4等も出てへんわけおかしいやん。4等も出てへん時点で、うん、1等だけ出てないとかじゃないですもんね。そうなんですよ、絶対当たりない。喋り方がちょっとなんかまあ確かにバレたかって感じしとったもん、うん、社長からかかってきたみたいです。もしもし、まあ、お客さんに変わりますね。すいません、大丈夫ですか今から。大丈夫です。今車降りたんで、はい、一度スタッフの方に、はい、5等の当たりくじの方とかそのくじですね、はい、の方の画像をちょっと僕のところに送っていただきたいんですよ。私の方に、はい、あ、送ります。じゃあ、はい、カプセルの 色もそうだけど、はい、全部一回写真撮って送って。あ、わかりました。失礼します。カプセルとくじを、うん、撮ります。何の意味ないのお前。確かに意味ないの。マジで意味ないと思う。多分時間稼いで言い訳考えてるようにしか思えない。じゃあ写真送ってもらったんで、こっからどんな感じで帰ってくるのかって感じですけど、まあ、時間稼ぎしてるようにしか思えないですけどね。あ、はい、お疲れ様です。他にもくじとかない。あ、今ので全部です。はい、他にもあるんちゃう。いや、これで全部です。その時にさ、これ家くんがこう寄せたんだよね。最後はもうどうしても取れない分は寄せましたね。うん、でカプセルなかったほかにも。はい、なかったです。まず当たりが入っとったじゃんね。入ってるのね。はい、入ってるし、で今ここでお客さんにカプセルが足りないとか言っても お客さんも入ってないってなっとるじゃん実際は。はい、で前の件があったから実際その途中経過が俺欲しかったじゃんね。前聞いた時、うん、当たりは絶対入ってるって僕も言われてたんで、うん、それでまあ、うん、から報告はしなくていいかな。自信があるから全然俺もあると思うけど、今回も当たりは入ってるじゃんね。だけど今1枚もないんだよね。はい、カプセルのさ今あるじゃん12個だもんね。はい、カ
プセル取られたのは。大体お客さんどれぐらい取られた、時間的に。3、4時間とかですか。分かった。一回お客さんと変わってもいいですか。すいません。あ、すいません。一応その全てこう動画で撮ってるんですよ。こう、はい、風を全部撮って。そして当たりの方は入れてます、はい、いや入ってなかったです。地震はですよ、はい、いや地震とかじゃ入ってないんですよね、当たりは。それ一回ちょっとそのまま残してほしいです。見落としてないかっていうのを。はい、いや見落とすも何も、そもそもこんだけ要は7万やってカプセルが12個出てきて全部5等で残りが全部外れて4等すら出てないっていうのがもうそもそもおかしいじゃないですか。いや、そうおかしいんですけど、ただ当たりは入ってるんですよ。いや入ってないですね。当店の方も自信になりますんで、ちょっとそのままゴミ箱っていうかそのまま見たいんですよ、こっちの方も。いつまで待てばいいんですか。お店の方も、はい、ちょっと見たいんですよ、ちょっと確認したいんですよ。はいはいはい、入ってるのは入ってますので。入ってなかった場合どういう責任取ってもらえるんですか。その時ちょっとまたお伝えします。はい、今とお店、私の方の方も、はい、入ってるのは自信があるんですよ。だから今こう他の方もちょっと困惑してる。でも入ってるで必ず入ってますので。いや入ってないですよね。だってこんな4等すら出ないっておかしいじゃないですか。1等だけ出ないんだったらまだ分かるんですよ。でも4等すら1回も出ないってありえないじゃないですか、こんなくじ。いや入ってるんですよ、確認だけさせてもらいたいです。遠方なんですけど、ちょっとそのままにしてもらってもよろしいですか。どういうことですか、確認したいっていうのは。もう確認したんですよ、確認してもらったんですよ、スタッフの人にも。今入ってるんですよね。いやそれで入ってなかったんですよ。こっちの方も自信があるんですよ、その入ってるっていう自信が。いや自信とかじゃなくてもう事実入ってなかったんですよね。その自信とかじゃなくて。いや入れてなかったってことですよ、だから当たりを。いや入れてます、そこはもう入れてますので。はい、現場の方もちょっと見たいんですよ、確認して。いつまで待てばいいんですか、現場で待つって言っても。何を見るんですか。そこなんですよね。カプセルのもう再度確認してもらえませんかね、もしあれしたら。もう全部確認したんですけど、やっぱないんですよね。はい、何度確認しても。別に入れてないと入れてないで、もう認めて、その別に景品渡してもらったら、別にそれで僕はいいんですよ。もう入ってなかったんだったら、そこは。いや、入ってますね。入れてますので、だから、確認だけしたいんですよ。確認はもうしてるんですよ、だからもう終わったんですよ、確認が終わって。この後どうするのってことなんですよ。もう確認しようがないじゃないですか、だってもうカプセルも全部開けたし。ちょっとその確認させてもらいたいんですよね。それ確認って何を確認するんですか。だからやることがないじゃないですか、だって社長が来ないってなったらスタッフの人も確認終わってて、でそれで拉致が開かないってなって電話してるんで。はい、いやーちょっとこっちの方も入れてる自信だしです。自信とかじゃないじゃないですか。入れてるか入れてないかじゃないですか。はい、自信があるとか関係ないですよ、これに対しては。もう入れてたら入れてるだし、入れてなかったら入れてないだし。はい。自信があるとかないじゃないですか。関係ないじゃないですか、だから。ああ、そうです。はい。だから入れてないんでしょ、だから全部。はい、ないです、そのことは。そういうことはないです。必ず入れてますので。なんで嘘つくんですか、入れてないじゃないですか、絶対。いや、その入れ忘れとかって分かりますよ、1個だけ。入れてるんですよ。全部。入れてますので、はい、だからこそ、ちょっと、またちょっといいですか。折り返しさせてもらって、電話。それいつまで待てばいい、まあ、僕もそんなにこう長く入れないんで、ここに。あ、10分、15分ぐらい。あ、分かりました。はい、はい、すいません。はい、すいません。じゃあ、失礼します。やばいな、何を確認すんねん、マジで。これ一点張りなんですよね、この確認の。確認するとこないやろ、別に。こういうこと、自信がある。これ見てね、自信があるって意味あるの。確信じゃないんだよ、お前。自信なんだよ。別に認めてよくない。俺がさっき言ったやろって。まあ、あのタイミングで認めたらいいやん、別に。景品だけ渡せばいいって言ったやから、こっちが。なんで認めへんのかな。でも、言っちまえばいいんですか。思ったんですけど、景品を全部渡して終わりか、もう、本番の警察持っていくか、どっちか選んでくださいよって言ってみるんですか。まあ、そっちは早くないですか。まだ次折り返しでそう言います、はあ、もう運命の二択ですね。入れてないことを認めるか、うん、まあ、それがもう警察に身を委ねるかどっちかですね。じゃあもう全部引いてるからもらう権利ありますもんね、うん、もう全部引いとるしな。これを返す必要性もないんで、うん、でこれがだって返したら絶対ここに仕込みますよ、まあ、絶対仕込みます。だこれはもう渡さないです、うん、でもこんな粘るんですね、人って。ちょっと結構ビビってます今。絶対アウトやのに粘るもんな、うん、しかもなんかもう確認っていうワードでめっちゃ逃げるけど、うん、あと自信ね。自信があるって面白いですよね。自信なら確認するんだよ。自信があるのに確認するって確信じゃないですか。入れましたじゃないですか。若干もう笑ってまうもん、ね、なんか面白くなってきてさ、もう認めてさ、景気渡してそれで終わりでいいのにな。こっちもそんな別にさ、とことんまで別に追い詰めるつもりもないしさ。胸が張れた。なんか悲しい、まあ、ちょっと正直あるって思ってたんで。しかも全部後藤じゃないですか。ヒカルさん、ありがとうございます。なかったからな、ほんまに。これを今までやってきた人はな、ないやつをやっとったってことだからな、絶対に。もうせめてこれぐらいあげたらいいやん、4等。人生ゲーム。こんなん有楽者いたら10円とかで売っとるで、おもちゃ。有楽者がぼったくってないなと思ってもたもん。ほんまにもうあげたらいいやん、これぐらい思うけど、ほんまに。PS5 が出えへんとかやったらまだまあ、わからんでもないやん。この辺も出えへんのも意味わからんわ、正直。
それ認めんの意味わからへんしな。自信はあるらしいですけど、こっちも自信ありますよ。それで言ったら間違いない。こっちも自信あるわ、それで言ったら。証拠あるわ。自信しかない。もし、うん、あ、すいません、これなんかのもう、はい、ラチが開かないと思うんで、入ってないことを認めて景品をもらうか、もう、はい、もらえないんだったらもう一回警察の方行こうと思うんですけど、はい、警察の方で、はい、ですね、あの、はい、そんなちょっともう入ってるのは、はい、確かと僕は思いますので、はい、思ったらおかしいですね、はい、入れてますので、はい、じゃあ権限もらえないってことですね。もうお名前だってすみませんよろしいですかね。あ、 YouTuber のヒカルです。ヒカル、はい、そうです。本名は前田、はい、前田圭太です。前田様、はい、わかりました。そしたらちょっと待ってくださいね。まあ今現場の方におられますので、はいはいはい、だからその方もちょっと事実確認したい、はい、もありますので、はい、さっきの僕が言ったこう、はい、2つの選択肢のどっちかをもう選んでほしいんですよね。気にもらえないんだったらもう話にならないので、はい、僕はもう、はい、じゃあ警察の方で行かさせてます。ここは、はい、大丈夫です。僕がそちらの方に現場に来ればまたちょっとあれですけど、もしお時間いただけるようであればその現場を僕も知りたいんですよね。その後、いや知るというかもうさっき話したのが全てで、で、はい、じゃあ社長会えるんですか後日だったら直接。はい、もしあれでしたら本当に何も本当に僕もそのくじはそのままで結構ですので、はい、あ、くじは持って帰ります。はい、今日例えばお時間とかあれですかダメですかね。今日はちょっと時間的に厳しいんですよね。明日の予定がもう東京であるんで、はい、もう当たりが入ってないって認めて景品渡すか、別に突っぱねるんだったら突っぱねてもらっても構わないんで、間違ってないと思うんだったらこっちも間違ってないんで、はい、ですその決めるっていうのはあるんですけどね、ちょっと。じゃあどうしたらいいんですか。じゃあずっと待ち続ければいいんですか。僕らはどれまでならお時間、いや待ったら何が変わるか教えてほしいんですよ。どう変わるんですか。だって来れないし何も確認できないのに待ったら何が変わるんですか。どうしようね。待ったところで何も変わらないじゃないですか。確認もだってしようがないじゃないですか。だって現場にもいない、しかもいたところでもう確認するものがないんで、もうさっきもしてるんで何度も全部入ってんなかったですかね。入ってないです。もう何度ももうなんでそこの振り出し戻るんですか。もう入ってないんですよ。だから本当に、あ、だからそれを認めるか認めないかだと思うんですよ。もう入れてなかったって認めていいじゃないですか。もう入れてなかったんだったら別に僕はそこ以上追求する気ないんで。入れてるんですよ。それがちょっと、はい、今の段階で僕の方は、はい、奥地の方は入れてましたので、はい、そこを入れてませんっていうことを、はい、もう言いたくない部分なんですよ、はい、ですけど、ですので確認はしたいっていうのは僕の今の確認は、だから何を確認するのか、確認しようがないじゃないですか。少しこうお時間とかいただけませんかね。いやだから何を確認するんですか。だって確認しようがないじゃないですか。カプセルの中も開けたしすることがもうないじゃないですか。確認っていう、ちょっとそれ、いやでも当たりの方は入れてますので、はい、OK です。じゃあもう警察行きます。もうそれは仕方ないですね。もうはい、わかりました。ではありがとうございました。はい、はい、失礼します。ちょっとじゃあもうラッチ開かないんで警察呼ぶっていう流れになります。今もう帰ってこう後日になったらここの証拠がなくなっちゃうんで、またこれなんか元に戻されたら証拠はどうとかみたいに言われると思うんで、今しかないと思うんで、ちょっと明日僕も朝から東京で仕事があるんですよ。だからもう終電で帰んないといけなくて、正直そんな長いで入れないんですよ。今17時15分なんで9時ぐらいにはもう出ないといけないんで、だからそのめちゃくちゃ長くなったらちょっともう無理なんですよ。ただ今もう来てもらって写真とか撮るんだったらこう押さえてもらって、そこで後日話し合いっていう風になるかもしれないですね。とりあえず今回の動画では答えは出たんで、入ってなかったという形で。